私は今市原市緑地運動公園内にある ZA ボールパークに来ています。実はこちらの野球場は市原臨海球場という正式な名称があるのですが、ネーミングライツ制度の導入により市原市でオリジナルのユニフォームや T シャツを製作販売している ZA 株式会社が命名権を獲得して ZA ボールパークと呼ばれています。高校野球やプロ野球のイースタンリーグにも使用されているナイター照明付きの人工芝のグラウンドでおよそ9800人が収容可能です。そして2018年8月にここ日本で開催される第16回世界女子ソフトボール選手権大会の会場の一つにもなっているんです。市原市総合計画推進課の大西さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回のこのニュージーランド合宿の経緯を教えてください。はい、市原市とニュージーランドは旧パパクラ市を中心に30年にわたり市民団体による交流を続けてきました。このような交流を一つのきっかけとし、昨年12月に東京オリンピック・パラリンピックにおけるニュージーランドのホストタウンとしての国の登録を受けました。来年には世界女子ソフトボール選手権大会が千葉県内で開催されます。現在ニュージーランドは冬のため、来年に向け日本の夏の気候に慣れる必要がありました。このような経緯があり、今回市原市と君津市が連携して強化合宿を受け入れました。ちなみに選手の皆さんはどのぐらいの期間いらっしゃったんでしょうか。はい、女子ソフトボールニュージーランド代表チームは7月12日から25日までの約2週間28人の選手とスタッフが市原市と君津市に滞在しました。アンダー23日本代表や日本ソフトボールリーグの実業団チームと多くの強化試合を行い、来年の世界女子ソフトボール選手権大会や2020年東京オリンピックを見据え、良い準備ができたのではないかと感じています。選手の皆さんとは試合以外にも交流する時間はあったんでしょうか。はい、試合だけでなく歓迎のレセプションパーティーや学校訪問、ソフトボール教室、トークイベントを行い、市民の皆様と交流を深めることができました。これからもっともっとニュージーランドと市原の絆を深めていけたらいいですね。はい、市原市では今回の合宿をきっかけとして国際交流を一層推進していきたいと思います。はい、大西さんありがとうございました。ありがとうございました。さて、この番組ではニュージーランド代表チームの強化合宿の模様を取材しましたので、こちらをご覧ください。まずは市原市市民会館で行われた歓迎レセプションの模様です。本市を会場として行われる世界女子ソフトボール選手権、さらには2020年東京オリンピックにおいてニュージーランド旋風を巻き起こしてほしいと強く願っております。そのため我々はアスリートファーストの視点で、選手の皆様一人一人が最高のパフォーマンスを発揮できる良好なコンディションを維持できるよう、また試合や練習の合間には十分にリラックスできるよう最高のおもてなしでお迎えをしてまいります。こんばんは、よろしくお願いします。We acknowledge that Japan produces some of the best softball players in the world, and in coming to Japan, we get to compete against them, learn off of them, and also establish long-term relationships. 私はエリー・クーパーです。よろしくお願いします。Most importantly, we are looking forward to playing softball against some of the best players in the world. Our goal while we're here in Japan is to grow together as a program in hopes of qualifying for the 2020 Olympic Games.
プレゼントはサイン入りのユニフォームです。White Sox team's uniform with all the members of the club are presented to Mayor. Let's take home a small souvenir. Oh, thank you. Yeah. ニュージーランドの選手の皆さんの健闘と皆様のご健勝を記念し申し上げまして乾杯。Yes, very good present2017年7月12日から7月25日の間には世界ランキング5位のニュージーランド代表チームが来日し強化合宿を行いました。世界選手権大会の会場となっている ZA ボールパークでは23歳以下女子日本代表チームとの強化試合も行われました。
今回の強化合宿や2018年の世界選手権大会に向けて、ニュージーランド女子ソフトボール代表チームと23歳以下女子日本代表チームの選手が参加してトークショーも行われました。今日早速ですね、両チーム試合をされてきたということなんですが、試合の感想、相手チームへの感想などを伺っていきたいと思います。 So today's games were good for us to get out there and play the game. The Japanese team were very competitive, very disciplined. They played very well and it was nice for us to be in summer weather and to be able to compete against them.Our first game was okay, our second game not so much, but we will look to improve against them and they are a very quality opposition. アジアではなかなかないような体格のバッターの方が多くて、やっぱり身長が高かったり、手足が長いバッターが多かったので、普段やっぱり投げてて感じれないことをたくさん感じれて、お互いに吸収するところ、があってとてもいい試合になったかなって思ってます。2020年東京オリンピックへの意気込み伺ってもよろしいでしょうか。 So, very exciting that women's softball got back into the Olympics. For our New Zealand national team, it is a goal to qualify for the Olympics. But we have a very tough pathway. In New Zealand, we do not have a high number of softball players.And a lot of our girls are spread around the world. So we come together 2 days ago. We hadn't met, some of the players hadn't met each other. So first time to meet each other and then to start playing. So our drive is for 2020 to qualify. We know it will be very, very tough.来年の2018年のまず、世界選手権、この千葉から、スタートして、しっかりと2020年の東京につながる、また、もちろん日々、惜しまぬ努力を選手たち含めて、スタッフもしてまいります、たくさんの、応援の皆様と一体になって、この東京オリンピック、成功に、つなげていきたいなと、思っておりますので、で我々も、しっかりといろんな経験をしてそれを力に変えて、東京に、結びつけたいと思いますので、ぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いします。2018年に向けてソフトボールはますます盛り上がっていくことでしょう。皆さん一緒に応援していきましょう。ここ ZA ボールパークで繰り広げられる世界選手権、今から開催が楽しみですね。日本代表はもちろんのこと、とってもフレンドリーなニュージーランド代表の皆さんのことももっともっと応援していきたいと思います。今回の輝きの街市原情報局は2018年8月に開催される世界女子ソフトボール選手権大会についてご紹介しました。